モンスターハンターワールド、2018年カプコン、ゾラマグダラオス、いきますよ、交流捕獲。相棒、いよいよこの時が来ましたね。後を追って海を渡り、背に乗り上げ痕跡を探し、私たちと共にあったゾラマグダラオスの捕獲を行う時がついにやってきたんですね。そういえば一騎団だった祖父が新大陸行きの船に乗り込んだ時、もう戻らない、新大陸で命を全うしよう、そんな覚悟で海を渡ったそうです。あの物語の青年のように自分の信じる青い星を目指したのだと。命を全うするため海を渡る、どんな思いが胸にあったんだろうと時折考えます。ゾラマグダラオスもどんな思いで海を渡ったのかな。あ、そういえばまだ聞いていませんでしたね。あなたはどんな思いで新大陸に来たのですか。と乾杯しながらじっくり話したいけど、今は一刻を争うとき、またの機会に。行きましょう。さて、拠点の守りも万全となったことですし、ゾラマグダラオス捕獲作戦へいざ。行きますか。何か他には増えてるかな。特に何も増えたクエストはないですね。調査系はね、どんどん増えていくけども。OK、じゃあ任務。行きましょう。ゾラマグダラオス捕獲作戦。これより大峡谷にてゾラマグダラオスの捕獲作戦を実行する。作戦開始は夜明けと同時。ハンターたちは各自クエストを受注し現地に向かえ。我々に導きの青い星が輝かんことを。何の星だろうね、青い星。さあ、行くぞ。食事はしてった方がいいでしょうね。おすすめ定食は体力とスタミナがアップなんで、これでいきますか。はいよ。いやー、癒される。この光景は癒されるな。はい、どうも、いただきます。猫の探索日和っていうスキルが出ましたね。さあ、行くぞ。急げ、時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。守備は特艦ですか。行けるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら、手を動かせよ。やってるな。先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。そんなに時間かかんの。めちゃくちゃ大変な作戦じゃないですか。来たのか。歩いてくるんやと思ってたな。地面から出てくんのか。作戦開始。このポイントに出てくるって分かったな。あ、でかい。ゾ
そらマグダラオス。大砲とバリスタでマグダラオスを攻撃。体力を減らせ、はい、負傷した者は後方のキャンプで体勢を整える。リロード弾ねえの。ああこれか、この、これを運んで大砲に入れる。オッケー、バリスタ。これはあ、これじゃないね、あれか。オッケーオッケー、よし、で当たらねえよ。そういうことか。オッケーオッケー、わかったわかった。その向いてる、大砲の向いてる方向にいてるときに こいつを発射するんですね。はいはい、あ通り過ぎる。いけいけいけ、よしよし、オッケー。150ダメージ強。次はここ、よっしゃ撃て。オッケーオッケーオッケー、バル乗ってない、あこの飛んでるやつ、これをバリスタで撃ち落とせって。バリスタはどうやって、あこれね、はい、バリスタの弾を持って、はい、これあオッケー、これどこ行った、どこ行った、後ろにいる。よし撃ち落としたぞ、はい、そういうことね、これね、はいよ、 OK、 次逮捕。なんか上にあるぞ、でかー、めちゃでかい。よっしゃ行け、こっちはちょっと当たらん位置にいてるかな。じゃあここ大砲運んで、いけ、こっちが当たる角度に来てるよね。よしここに運ぼう、動きそうよ。だからバリスタで倒せってことな。はいよはいよ、オッケー、やるわやるわ。バリスタの弾、バリスタの弾が、はい、何で撃つんだ、オッケー、違う、オッケー、はいよ、まだまだいける。よし、それからもう一匹いたけどどっか行ったね。さあ次逮捕、でかいな。これ突破されんじゃねえの、これ手が動いてっけど、大砲撃て、いけ、一個大砲潰されたね。いけ、手を上げてる、手を上げてるぞ。あーバリスタも潰される。こんな捕獲できんの、みんな運んでくれ、弾運んでくれ、いけ、
は腹部を狙ってください。はい、OK。変化とかもよくわかんねえな。この背中側は硬いってことですよね。はい、一回打ってみる。角度でも当たんなさそう。いける。あ、オッケーオッケー、当たった当たった、オッケー、よっしゃ。今生きてる大砲はこの1個だけか。向こうの方にもあるよな。やっぱりそこに大砲がある。おー、なんか炎を吹かれてますよ。大砲の弾は行け。弾ねえやん。行け。よっしゃ、これか。あ、潰される。そう、潰された。倒せんのこんなの、無理じゃね。はい、これね、はい、マグダラウスの攻撃いいよ。単発式高速弾を用意。登れ。単発式高速弾は障壁の上だ。用意できた。バリスタで撃て。どこですか。向こう側。どっから行くのこれ。この上。あれ、ここにも大砲あんじゃねえの。なかったわ。はい、一発ドーン。アルチ人、高速成功。動きが止まりました。今のうちに攻撃するぞ。体力を減らせ。はいよ。高速が解けました。やつの体力。体力減少不十分です。現在捕獲不可。どうすんのこんなの。とにかく大砲を撃ち続けるしかないよね。弾がなくなった。たちに次ぐ翼竜を使い至急マグダラオスの背に移動しろ。な、行くぞ。各所の翼竜の止まり木に急げ。了解、乗り込むっすよ。ここからが正念場。相棒、頑張ってください。いや、どこに行ったらいいんですか。行くぞ。これ、これのこと。あ、これね、はい。マグダラオスの背に到着。ほうほうほう。指示を。奴の排熱機関を探せ。そこを立ち体力を減らすぞ。何ですか、排熱機関って。気をつけてください。排熱機関を発見。攻撃してください。これ、おう、気をつけられるレベルじゃないでしょこれ。くそ、やばい、かわせない。いや、そうよね。でもないの。タイミングよくわかんねー。
この距離でも当たる。3つ。さあ。いや。やってるんですよね。簡単に言ってくれるけど、こんなんなかなか潰れねえよ。やばい。ふう、この距離でも当たる。どうやってかわすんだあれ。よし、そうか、ジャンプでかわすって方法があるかもしれない。やっべー。 OK、やった。破壊したけどマグマまた吹きましたよ。次どっち？こっち？あ、なんかあるんじゃないのこれ。鉱脈がある。マタライト鉱石かい。ただ他にもあんのかね、鉱石がね。あー、どうしよう。とりあえずこっち行ってみますか。とお、あるね、これか。ここでマグの風がやばくね。うわ、これはかわせんのかな。やっぱりジャンプでかわすのが一番いいかも。よっ、よし、タイミング遅れた。うー、やべえなこれ。回復薬しか持ってこなかったのがやばいよね。グレート行ったかもしれない。トイレくれ。いや、なんかね、強いとか強くないとかそういう話じゃないような気がするんだよこれ。待て。よし、ダメか。上まで全部爆発しよったな。あー、むずい。逃げろ。マグダラウス、ラギ衝撃前に到着しました。マジでこれ。単発式高速弾を用意。お、なんか閉まってきてるぞ。大丈夫ですか？もしかして今挟まれたのかな。次どうしたらいいのかな。また排熱機関を破壊するところなのか。今からネルギガンテ。強すぎる。
体すんのかい。今から実には回復ないんすけど、ハンターたちは外角上に集合しろ。ほっ、モンスターを撃退するんだ。ベータ版で倒せなかったこいつですよね。やばい。あ、キャンプに連れてこられました。これ支給品あんのか。あるやん支給品。ハンターたちは外角上に集合しろ。はいはい。あのモンスターを撃退するんだ。給与飛躍があるね。よし、スタミナも増やしといて。回復薬グレーとかいったな。しまったよ、応急薬なんかじゃ全く歯が立たねえ。さあもう一回じゃあ。ハンターたちは外角上に。ここですね。はい、戻ってきました。ハンターたちは外角上に集合しろ。このモンスターを撃退するんだ。早いな。全然たまんねえ。虫が当てどころわからんな。オッケー、来た来た。顔は足元か。違うか、羽か。よし来た。痛い。さあ行くぞ。マジ。聞いてないやん。来た。すげえ。来たの。先生。強いな。やばい、捕獲失敗じゃないの。
やれやれ、どっちかな。おお、クエストクリア。かー、強えなあいつ。ゾラ・マグダラオスもネルギガンテもきついわー。一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。それでは状況を整理しよう。各担当報告。ゾラ・マグダラオスですが、大峡谷を越えた後は観測不可により動向不明、行方知れずです。ですが向こう側で痕跡を探し直すことができれば再追跡の希望はあります。これについては調査班から朗報がある。奴の起こした地殻変動の影響で大峡谷に亀裂ができた。この亀裂を通り抜ければ俺たちも向こう側に行けそうだ。では補給班からも報告です。捕獲のために用意した物資ですが、先の作戦であらかた使い果たしてしまいました。もし再びゾラ・マグダラオスを発見できたとしても、同様の規模で何らかの作戦を行うことはこのままでは不可能です。うん、総司令どうします？よし、ギルドに船を出そう。船ですかい？大丈夫なんですか？今は海も空もどのような状況であろうとも、我々はこのまま調査を続行するとギルドに意思を示す必要がある。その上で彼らの判断を待とう。船長やってくれるな？任せてくれ。毎日荒海を見続けたのはこの日のためだ。大峡谷に亀裂ができたことは文字通り活路が開けたと言えるだろう。よし、これよりハンターたちは大峡谷に向かえ。亀裂を通り抜けた先でゾラ・マグダラウスの痕跡を探すんだ。それでは君たち、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。ゾラ・マグダラオスが地殻変動を起こして地形が変わるってすごいな。そんな影響力あるんですか彼は。で、私たちはその大峡谷にできた亀裂の向こう側に行ってゾラ・マグダラオスの痕跡を探す。で、全体的には船をギルドに出して補給物資を補給してもらいに行くってことかな。そんな感じの流れでしたね。探索で大峡谷に行きましょう。私も一緒に行きます。さあ、じゃあ各種バウンティーの報告等ね、やりに行きましょうかね。総司令が何か出してるね。うん、あの黒いモンスター、あれはかつて私たちがネルギガンテと呼んだ個体に間違いない。やつはある時期が来るとどこからか姿を現し、時期が過ぎると姿を消した。今回で確信を得た。そのある時期とは古竜渡りの時期だ。もしや、まさかやつもゾラ・マグダラオスを。ほう、古竜の時期になると彼は出てくるわけですね。あ、乗っちゃってるやん、ソードマスター。うん、危ういところであったな。まずはバウンティーかな。あなたなら3機団の研究基地にたどり着けるかもしれませんね。もし妹に会ったらよろしくと。いえ、やはり伝えなくて結構です。はいよ。ってことはまだ4つ空きができたんで、ここに我粒子、なんだ、超粒子、非粒子、とりあえず分かりやすいやつから入れといて。超粒子ってのはクルルヤックみたいなやつかな。よし、
満タンになりましたね。ああ、やっぱり限界があるんやな。オッケーオッケー。さあ、それと生態研究所にも。そうやな、ゾラマグダラオスを遠くから見ただけやったけど分かったことがいくつかある。あの個体はどの文献の記録よりももっとずっと巨体であること、それからこれは僕の勘やけど相当のエネルギーを溜め込んでいるんやないかと。ゾラマグダラオスはレベル2になりましたね。さて、それから植生、お、なんだい。だま、あんた調子はどう。早速なんやけど、女王は荒れ地にてモユルを頼めん。今私は古代樹に住む虫や菌類の種類を増やす研究をしているんやけど、女王が鎮座しとるからサンプル採集に行くことができんのやわ。お願いね。頑張って研究するからよろしくね。お、リオレイヤーがついに出ますか。こんな序盤なんですね、リオレイヤーね。それからこっちの彼も。おい、空から来たゴキダン、捕獲作戦お疲れさんだったな。新商品入荷よ。新天地に行く調査班のために品揃えを増やしてみたんだが見ていかない。てなわけで何がいるよ。この人ね、ファイナルファンタジーに出てきそうな感じのイメージですよね。はい、アイテムポーチへ。あー、タル爆弾系が増えてますね。それからエッサ、釣りのエッサ、それから弾に、あ、弾がいっぱい増えてるな。瓶も属性瓶がいくつか。 OK。 他にはびっくりマーク出してんのは食事場と、彼はなんだ、あ、加工屋さんかな。ちょっと行ってみましょうか。加工屋じゃなくて武器屋の方かな。よく来たね、ゴキダン。これから大変な場所の調査になるだろう。品揃えを増やしたよ。お、どうもありがとうございます。あんたの気に入る装備があるといいんだけどね。さて、見ていくかい。増えたのかどうかもよくわからんかったぞ。さて、じゃあ、あとは、あ、気球開発員どうしたんだろう、この人は。無事で何より。特に何のイベントもなかったね。それから食事場、食事場のニャンコはどうですか。お、食材を増やしクエストが来ますね。俺は森の運搬屋。運搬クエ、あの卵がどうしても必要でな。それじゃあよろしく頼むぜ。あー、飛竜の卵ですか。運びたくねえな。はい、じゃあこんなとこですかね。さあ、ちょっとクエスト見てみましょう。探索で大峡谷に行きましょう。ああ、楽しみすぎて緊張する。さあ、任務クエストは一旦全部クリアしましたね。でフリーのクエストが星4に、さっきの飛竜の卵の運搬とリオレイヤの討伐が入って、で調査クエストをいくつかこなさないと満タンになっちゃいましたね。こっちから先やりますかね。さあ、というところでございました。いやー、ゾラマグダラオスついに、まあ、撃破というか逃がしちゃいましたけども、ストーリーもちょっと進みましたね。次は大峡谷、新しいマップへというところで、探索だから任務じゃなくてクエじゃなくてこっちの地図からですよね。このここですか、大峡谷、ここに行けっていう指示でした。次回は大峡谷行く前に先に調査クエの方を何個かやっていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。ではでは、お疲れ様でした。